ですね、カルビーさんとの第2回目となるコラボ企画になっております。そしてその商品はこちらのカルビーポテトチップスコンソメダブルパンチです。私大好きこれ。今までのその商品に比べてさらにこうリニューアルしてもっと美味しくなったらしいので、ちょっと今日はその商品をみんなにもたくさん食べてもらうべくですね、たくさん紹介していきたいなと思うんですけども、私がこれ着てるじゃん、コンソメダブルパンチトレーナーやスウェットクッション、ティッシュケース、ブランケット、もう芋のブランケット、ありがとうございますカルビーさん。というわけで早速今日の企画を発表したいと思います。題してみんなの恋恋バナをパンチで解決。皆さんから事前にですね、恋恋バナとか、まあ、それにまつわるお悩みとか、私に聞いてほしいこととかを事前に募集してました。まあ、皆さんね、もうモヤモヤされてると思います。やっぱりこうスカッとしてほしいので、私がこの後ですねゲームセンターに行き、パンチングマシーンを殴りながら、ちょっとねこの解決策を一緒に言えたらいいなと思うんですけど、なぜパンチングマシーンなのかっていうと、やっぱりさコンソメパンチじゃん、コンソメダブルパンチじゃん、だからそれに濃い味コンソメダブルパンチにかけてパンチングマシーンも、簡単に言えばダジャレです、楽しんでやってまいりたいと思います。早速皆さんのお悩みを解決していきたいと思いますが、ちょっとこんなにたくさんいただいたので、私恐縮ですけど食べながら皆さんのお悩み読んでいってもいいですか。じゃあ食べながら早速でかいかさんでいいかな。投稿内容は SNS で知り合った子にときめいています、ダメですよねということなんですけど、今の時代って感じですよね、 SNS でつながってそれこそお友達になったりとか、全然いいんじゃないですかって私は思いますけどね。でも川口的には全然何で知り合おうかって思いますけど。続きましてアルファベット P さん、5年ぶりに再会した高校の同級生と意気投合して結婚しました。はあ、何それ素敵やん、めちゃめちゃ素敵やん。今なんかこうあかん糸じゃないけど、運命も感じるし、またこの同級生っていうのがねキュンポイントですよ。憧れるな、いいね、濃いね。鶴姫さん、韓国ドラマ見てると出てくる主役の男性俳優さんたちがかっこよすぎて全員に惚れまくってぼーっとしてる時間が増えました。家事が手につかないの困っちゃう。わかるー、ピアノクラス見てたよ。もう今どんぐらいかな、最近また見始めたんだけど、まさかの4回目。わかるわー、マジでハマって、初めて1回目の時とか自粛中だったんですけど、だんだんこう自粛が終わって仕事が再開した時とかに全然セリフが頭に入ってこない、すごいことを考えて全然手につかなかった。私もだからね、ものすごくわかる、いいと思います。私も手についてません。白熊ポッチさん、私のこと大好きになってくれた人が手編みのセーターくれたけど、とってもチクチクして痒くて肌荒れしたよ。そっか、チクチクするよね。でもさ、手作りっていうのがさ嬉しくない、気持ちが。私はすごく嬉しい、もらったら、もしもらったことないけど。続いてりのりこさん、友達の好きな人を好きになってしまったらまず何をするべきでしょうか。ありますね、これ私もあるよ。幼稚園の本当物心ついた時ぐらいに、その幼稚園で一番足が速い、一番男子の中で足が速いシュート君っていう子がいたので、幼馴染のかなっていう女の子とカンタってシュート君、スーパー持って、でかなちゃんがすごい仲良くしてるのをいつもこう横目で見て、
物心ついて子供なりのなんかこう、甘酸っぱい感じとか今思い出しました。あとその七夕の季節になった時に、私はその時覚えてないけど、後々聞いたらその短冊にシュート君といつか結婚できますようにって書いてたらしいんだよね。はっちゃんかわいいとかね、そういうのもあるので、全然まあね、難しいな、幼稚園の話だからあれだけど、大人になってからなんかそういう話もまあ定番ですけどね、これをあるあるだけど、全然、ありだと思う。はい、続いてタイママ26さん、仕事の帰りに片思いの彼と一緒に帰って、途中の踏切が降りた瞬間に騒音に紛れて私から頬にキス。もう電車が通過を始めたら振り向いた瞬間、向こうから唇にキス。ドキドキするよね。しかもまだほら片思いとか、そのカップルじゃない、パートナーじゃないってところが、このシチュエーションになんかさらに胸キュン感が、恋感が増してますね。続きまして9位さん、好きな人にどっか行こうって自分から誘えません、どうすれば誘えるようになりますか。これも付き合いしてないのかな、まだ。まあ最初はやっぱり分かりますよ、まあ、みんなそうなんじゃないですか。なかなか最初は誘えないけど、どうだろう、なんかいつも思うのは、なんかすごい魅力的な人ってやっぱりみんな見るその人のこと魅力的だなと思うはずだから、取られちゃうかもしれないじゃん。他の人に取られちゃう前に爪痕だけは残していきたいよね。だからまあ結構アピールしちゃうかもしれない、私だったら。続きまして、旦那と知り合って20年、結婚して17年、月日が経って子供も生まれ、毎日バタバタしていますが、旦那大好きなんです。どうしたらよいでしょうか。こんなに素敵な人がいるなんてのろけになるのに誰にも言えません。この人といられる幸せずっと続きますよ。本当にすごくない？20年だよ。ずっと幸せでいてほしいですよ、この匿名さんには。匿名さん、付き合った彼氏がお金にルーズなことが分かって信じきれなくなっています。その他は何でも受け入れてくれるし、とっても優しい人なのだけど、この恋どうすればうまくいきますか。付き合っちゃったんだもんね。もう付き合う前に分かってればよかったよね。とはいえでも付き合ってて他にいっぱいいいところも好きなところもあると思いますけど、結構大事だと思うよ、そこの価値観って。続きまして、匿名さん、川口春奈かわいい、ありがとう、嬉しい、純粋に嬉しい、ありがとうね。皆さんすごいいいですね、悩みとかどうしたらいいんだろうっていうのがたくさんあって、今読ませてもらったのは結構微笑ましいエピソードがばっかりだったんですけど、当の本人はものすごく悩んでるのかもしれないけど、でも肌から聞いたらなんかあいいなっていうお悩み、恋バナ、恋悩みばっかりでしたという感じで、じゃあこの中からですね、早速ですね、このモヤモヤを私が背負ってパンチングマシーンに行き、何か私なりのこう解決策とかこうスカッとするような言葉とともにパンチしていきたいと思います。では行ってきます。というわけでゲームセンターにやってきました。じゃーん、もちろんコンソメダブルパンチの特製グローブを持参して、先ほど読み上げた皆さんからのお悩みを解決していきたいと思います。行ってきます。まずはじゃあエカエカさんのSNS で知り合った子にときめいています、ダメですよねからいきたいと思います。本人に出会いは関係ない。続いて P さん、5年ぶりに再会した高校の同級生と意気投合して結婚しましたということで、行ってきます。ロマンチック。続きまして、白熊ぼっちさん、私のこと大好きになってくれた人が手編みのセーターくれたけど、とってもチクチクして痒くて肌荒れしたよということで、これは我慢して
人。リノリコさん、友達の好きな人を好きになってしまったらまず何をするべきでしょうかということでした。知らん。はい、ママ26さん、仕事の帰りに、片思いの彼と一緒に帰って途中の踏切が降りた瞬間に騒音に紛れて私から頬にキス、電車が通過を始めたら振り向いた瞬間向こうから唇にキス、というタイママ26さんの投稿でした。羨ましいな。続きまして9位さん、好きな人にどっか行こうって自分から誘えません、どうすれば誘えるようになりますか、ということでした。とりあえずディズニーに行こう。匿名さんから、旦那と知り合って20年、結婚して17年、月日が経って子供も生まれ毎日バタバタしていますが旦那大好きなんです、どうしたらよいでしょうか、こんなに素敵な人がいるなんてのろけになるので誰にも言えません、この人といられる幸せずっと続きますように、ということでした。お幸せに。匿名さん、付き合った彼氏がお金にルーズなことが分かって信じきれなくなっています、その他は何でも受け入れてくれてとっても優しいんだけど、この恋どうすればうまくいきますか。あーちゃんは反対だ。匿名さん、川口春奈かわいい、ということで、ありがとう。私初めてでした、多分パンチングマシーン来たの、あ、やったの。なんかね、私がスカッとしたよ。果たしてお悩み相談解決になってたかどうかは置いといて、すごい楽しかったんで、まあ、なかなかこの企画我ながらいいじゃんって思いました。はい、皆さんもたくさん応募してくださっていろんな投稿ありがとうございました。ちょっとでしたけどこんな形で少しでも皆さんの気持ちが晴れたらなと思っております。今日のハーチャンネルは、恋バナお悩み相談をパンチングマシーンパンチで解決してみました。さあ皆さん、どうかカルビーのコンソメダブルパンチたくさん食べてね、たくさん食べてね、よろしくお願いします。今日もありがとうございました。さようなら。私はまあ、もちろんこう大好きだと思って、ありがとうございます。好きになってください。です。皆さんも好きになってください。でも、どうかな。いくよ。天気。